どうも、ナメコです。ブダペストを観光中のウプ主。引き続きベタベタ観光地を歩くぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、ハンガリーはブダペストを観光しています。前回、昼ご飯食べて、国会議事堂までやってきたぜ。国会議事堂の前に、ドナウ川沿いにある観光スポットに立ち寄ります。なんじゃこりゃ？人がいっぱい集まってるぜ。川べりに靴がいっぱい置いてあるぜ。こちらは通称、ドナウ川沿いの靴。第二次世界大戦時、ホロコーストによってこの地で、数多くのユダヤ人が射殺され、目の前のドナウ川に落とされていきました。当時は靴も貴重で、射殺する前には靴を脱がされ、このような光景が広がっていたのでしょう。靴は本物ではなく同性、60に上る靴の中には、子供用の小さな靴も混ざっており、戦争の悲惨さを静かに物語っています。過ちを繰り返さないための、負の観光遺産だぜ。振り返るとデデンとあるのが、国会議事堂。コッシュート、ラヨシ広場に佇む国会議事堂は、ブダペスト観光ハイライトの一つ。1885年に着工し、17年の歳月をかけ、1902年に完成。ハンガリーの建築家、シュテンドル・イムレが世界各地を回り、様々な国、様々な時代の建築様式を学び、数々の異なる様式を取り入れた、折衷主義を設計の基本としたそうな。あえていろんな様式を融合させたのか。バランスや調和を取るの難しそうだけど、違和感の全くない綺麗な建物だぜ。先頭や外観はネオゴシック様式、中央のドームはルネッサンス様式、内部はバロック様式と、見る価値ありそうです。国会議事堂への入場はガイドツアーのみ可能で、毎日6回、45分のツアーが再行されています。料金は6000フォリント、3000円、日本語ツアーはなく、英語になりますが、折衷主義の設計は面白そうなので、時間があれば参加してみたかったですね。さて、当初予定していた観光地は一通り回りました。時間も16時を回ったので、ホテルに戻りチェックインしちゃいましょう。ってことで国会議事堂の目の前にある、地下鉄2号線に乗り込みます。えらく地下深くまで潜るんだな。こちらは帰り道で途中下車したデアーク駅、その構内にある地下鉄博物館。ブダペスト地下鉄はロンドンに次いで、ヨーロッパで2番目に開通した地下鉄で、この博物館は当時のトンネルを利用して作られた、細長いこじんまりとした博物館です。館内には当時使われていた車両のほか、建設当時のモノクロ写真や資料、切符や車両の部品が展示してあります。入場料はお安く、350フォリント、180円。ただしウプ主のように写真を撮る場合は500フォリント必要で、合計850フォリント、430円のお支払いでした。こういう小さいながらもしっかりとした、価値あるものを展示してある博物館。ウプ主は大好きだぜ。その後ホテルに戻り、無事チェックイン完了。朝から観光しっぱなしで疲れたので、暗くなるまで体を休めてました。
時間も20時を回り、外も暗くなってきました。旅も折り返し、洗濯物も溜まってきたので、これからコインランドリーに向かいます。コインランドリーなんて近くにあるのか？もちろん事前に調査済みで、自由時間のあるこの日に利用する計画でした。場所はこちらで、ホテルから1キロほど歩きます。店名、なのかはわかりませんが、名前はセルフサービスランドリー。インターネットカフェも併設してありました。店内にスタッフがいて、洗濯物を袋のまま渡すと、こっちでやっとくから、2時間ほどしたら戻ってきな、とのこと。セルフとは一体？料金ですが、4泊分の LE 式で、1600ポリント、800円でした。洗い終わるまでに、夕食を食べちゃいましょう。乗り放題券もあるし、トラムで繁華街に繰り出すぜ。海外ってこんな感じで、テラス席。というか外の席が多いですが、人がひっきりなしに歩いてるし、騒がしいし埃っぽくて個人的には嫌です。静かで落ち着ける、店内の方がいいぜ。そして地球の歩き方に乗っているお店に行くも、またもや本日クローズ。今日はメーデーなんだよな。シャアなしですぐ近くにあるレストランに入店します。ドリンクはワインを炭酸水で割った、ハンガリーの夏の定番、フルッチ。ドイツ語ではスプリッツァーというらしいぜ。これはごくごくいける味でした。こちらが今回の夕食。ハンガリー料理の、マルハ。プルクルト、マルハ、は牛肉のことで、牛肉をパプリカ粉とトマト、赤ワインで煮込んだ、ハンガリー風ビーフシチューです。付け合わせの名前は謎ですが、平べったいパスタ生地をサワークリームと一緒に、何層にも重ねたやつです。サワークリームももりもり持ってあるし、ハンガリー料理にサワークリームは欠かせないんだな。ハンガリーでのパプリカとサワークリームは、日本でいう醤油、出汁の元的な存在なのです。マルハプルクルトの味ですが、シチューが美味しくないわけがありません。パプリカの味なんでしょうか、いろんな味が肉に染み込み美味しいです。なおサワークリーム自体は、うぷぬし苦手な味です。何かに混ぜると風味が変わり楽しめますが、単体では酸っぱいだけです。パッと見、生クリームみたいで甘くて美味しそうだけど、実際はただの酸っぱいクリーム。見た目のギャップが激しいぜ。ごちそうさまでした。今回のお店は急遽決めたので、どこだったか完全に忘れてしまい情報はありませんが、マルハプルクルト、3150ポリント、フルッチ、690ポリント、チップ入れて合計4300ポリント、2200円でした。早くもハンガリー料理を2食も楽しめたぜ。ハンガリー料理、サワークリーム以外は気に入ったぜ。さてさて時間も22時。夜も遅いのでホテルに戻りましょう。22時かよ。そんなに夜遅くに出歩いて安全なのか？各国の様々なデータを数値化しているサイト、ナンベオによると、ハンガリーの安全指数は135カ国中、41位。なお日本は9位、チェコは17位です。そう聞くと、そこまで安全って感じしないぜ。数値ではドイツやタイよりも安全だそうで、人通りの多いところなら大丈夫って判断です。まあチェコ同様に、スリや置き引きはあるそうなので、基本的な警戒レベルで問題なさそうです。最後にこちら、地下鉄構内にある自販機。日本でも稀に見かける、食料品も販売してるやつです。本日はメーデーでスーパーがどこも休み、開いてても入り口で大行列なカオスな状態でした。自販機で朝食の菓子パンやお菓子とか買えてよかったぜ。
以上で旅行6日目は終了。次回から7日目、ドナウベンド巡りツアーに参加してきます。ご視聴、ありがとうございました。